市にある青木記念病院の職員。なぜ10万円を支給したのか、病院の理事長に聞いてみると、今のコロナで日本だけではなくて世界中ちょっと良くない状況が出ているから、今お金を使って世の景気を少しでも良くしようと。新型コロナウイルスの影響で経済が不安定になっている今、何かできることはないかと臨時ボーナスを支給したといいます。病院にはおよそ200人のスタッフが勤務、職員には一律10万円、パート従業員にも去年の所得に応じた金額が支給されました。また病院のほか、系列事業のクリニックと介護老人保健施設の全職員を対象に、合わせておよそ3000万円を支給したといいます。危険な思いをしている職員に役員としては報いなきゃいけない。臨時ボーナスを受け取った職員は取材に対し、嬉しかった、こういうことが増えていったらいい。コロナで世界中が痛めつけられて、みんなが頑張らないといけない。続いてはストライキのニュース。犯行直後にスピード逮捕です。中国広東省、白い服を着た女性の後ろから近づく赤い服の男。次の瞬間、女性は押し倒されてしまいます。すぐに走って逃げる男。実はこの時、女性は iPhone を盗まれていました。スマホを奪われたと叫び追いかける女性。でも実はこの場所、警察署の目の前でした。女性の声を聞いた警察官が次々と出動。 iPhone を盗んだ男はすぐに逮捕されました。犯行からわずか48秒のまさにスピード逮捕だったということです。アイスランド南東部、そこにあったのは